ました、ケンマスクッキング。ですね、今日の動画はですね、まあちょっと覚えとくと便利なちょっと切り方シリーズやります。はい、ですね、よく料理でなんていうか、こう上の方に白いなんかふわふわふわっていうネギありますよね。あれ白髪ネギって言うんですけど、それの今作り方をしますね。まずとりあえずこのネギ、太ければ太いほどいいんですけど、この下の方がこう巻きがこう多いんですよね。なんでこっちの根元の方を使うことの方がいいんですけど、これをまあ切りますね。そしたらこのぐらいかな、5センチぐらいの幅にこうやってこう切りますね。でこういうふうに切る。そしたらこの真ん中、この真ん中までこう切り込み入れてほしいんですよ。こうやってこう切り込みを入れると、まあなんかこういう状態になってますよね。でこの中の一番下のこの芯だけを取り除いて、まあ、これは薬味とかにもちろん使いますけど、捨てないでね。でこれをこうやってこの芯のね、この部分だけ取り除いて、そうするとこう見て分かるように、こう同じようにね、これがこう重なっている状態になるんですよ。でこれをこういうふうな状態でできるだけこう細く切るんですよね。こうやってで、できるだけ細くこう切っていきますね。こうやって、はい。でそれでまあこう切り終わったら、必ずこの白髪ネギっていうのはこうやってこう一回水にさらしますね。はい、これで水に一回こうやってさらして、少し軽くこうなんていうか、もんであげる。こうギュ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 やんじゃなくて、こう軽くでいいです。でそうすることによって、ネギのまず辛さが消えて、あと若干この張りが出てきます。で水の中で混ぜることによって、こうなんか糸のようにこう絡めることができるんですよね。でこれをまあこういうふうな状態で、まあ、今度これを水をこう切りますね。そしたら何か料理の盛り付けの時にこれをこう手でくる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 って言って、でこういう状態で料理にこうやってこう使われることが多いですね。これがまあ白髪ネギというものですね。もう一個ね、ネギでまあついでなんで、一つ覚えておくとまあ楽ちんだなっていうやつがあるんで、ちょっとお教えしますけど、よくそのネギの、みじん切りってありますよね、料理で。なんかその時に料理の粗みじん切りの時なんかは、こうまあ太ければ太いほどいいですけど、こう例えばね、こうやって適当に切ってガーッと切るんじゃなくて、まずこう置きますね。そしたらこの切り込みをこう斜めに、この半分ぐらい、半分よりちょっといくぐらい、こういうふうにこう入れていくんですよ。こうやってこういう状態で、半分よりちょっと先かなぐらい、こういう状態で切り込みをこうやってこう入れていきますね。こういう状態です。はい、こういう状態で入れて、そしたらこれを、全く裏返しにする。こうやって、そしたら同じ方向にもう一回同じことするんですよ。こうやって、それでもこの状態でネギは離れないですから、この目が反対になってるから。でこういう状態で両面同じことしますよね。そしたら今度これをこのまま、まっすぐこういうふうに下ろしていけばいいんですよ。そうすると簡単にこう切った先からある程度の粗みじん切りっていうのはできます。こういうふうにもう切った先からもうみじん切りになってるよ。裏にも表にも切り込み入ってるから、はい、こういう状態でね。でもこれぐらいでもうちょっとしたこのネギソースなんか作る時なんかは、まあ結構極端に粗くしなくていい時なんかはもうこのまま使えちゃいますし、もっと細かくしたかったらここからこういけばいいんですけど、ここまでなってますから結構もうこれでも楽にみじん切りがもうできてます。これがまあ簡単なみじん切りの仕方となります。はい、これをねまあ覚えとくだけで結構料理楽しく、楽にねできます。でまあ、あと玉ねぎのみじん切りの方は別動画で上げてあるんで、まあよかったらそれを見て参考にしてください。これ今日の長ネギの切り方です。はい。